はい、次は悲しい知らせ、私田平が今朝、韓国語プライベートレッスンに遅れた理由、妻が、田平が出かける直前に食事をしながら朝食を取りながらゆっくり話をしようと提案しました。はい、その理由はということですが、슬픈 소식, 悲しい知らせがいすみだ。다희다、내가今日、私が오늘아침에、한국어공부하러、집을나가려고이에요내요또집을나가려고했을때제아내가와시노어치마가오늘은좀아침천천히조금이야기나하자이야기나하면서천천히이야기나하면서식사를합시다ゆっくり話でもしながら話しましょうとご飯を食べましょうという그런그렇게 말씀하셨습니다제안이대안그런제안이있었습니다소유대안이ありました그래서이야기를들어보니까이야기를들어보니까하나씩요聞いてみますと어제그저께昨日おとつい이틀전에2日前に아내가교토에있는반전노인모임한생전쟁반대노인집회한생노진노소유집회슈카이토가모임클랩클라브한생노진노소유아즈마리클라브에가서반전노인노인회한센도진가의이지도자지도자지도자의말씀을들으려고한센도진노지도자의오하나시오기고도시대제아내하고대학교교수님하고두사람그이지도자는70살제아내가77살대학교교수님하고이야기를들으러갔습니다그런데그지도자박지도자는아주피곤해보였습니다피곤해스카레테리오니미에마시타피곤해보였습니다그래서이야기가끝나고나서하나씩오왔대소리가라같이집에돌아가려고해서가이로도시대같이집그고기를거기나갔는데도중에서제아내가자기집으로돌아왔습니다이에못얻기마시다그런데어제그반전노인지도자한센로진노지도자가세상을떠나셨습니다세상을떠나셨습니다나구나리마스터세상을떠났다는연락을받고제아내는큰충격을받고있습니다큰충격오기나쇼크큰충격을받고있습니다